昔の日本バスケ協会が老害すぎる。時は流れ2005年、いずれプロ化するよと約束しながら一向にチームに対して興行権を付与しないシステムを続けていました。これに対して企業母体を持たない新潟アルビレックスと埼玉ブロンコスがブチギレ、合意をした結果自分たちでプロリーグである BJ リーグを設立する運びとなります。ただそれに対してあの老害協会が黙っているはずがありません。お前らのことを国際大会で代表に選出しないからという子供みたいな陰湿な嫌がらせを仕掛けます。また同時期日本でバスケの世界選手権、まあワールドカップみたいなもんですね、が開かれていたわけですが、老害集団 JBA が運営しているわけですから、メディアやその他スポンサーとの連携が全くうまく取れず、13億円という赤字を垂れ流すことになります。今年沖縄で共同開催されたワールドカップの盛り上がりを見比べてみると、まあひどい差ですよね。ただ肝心の日本代表ですが、当時はジェリコという人物が日本代表の監督を務めておりました。しかし彼の意向を全無視して